大会の優勝者には賞金30万円が贈られます。そして第3戦の試合前に行われた抽選の結果、1回戦の組み合わせが決定。 C グループはポイントランキングトップの寺下と2位の縄が激突。その2人に出場停止明けの渡辺が挑む。 D グループは前回大会9連続ストライクの大島がエントリー。 F グループは前回大会2位の久保田が森、浅田と対戦。そして1回戦 A グループを戦うのはこの3選手。ハマッコフルスロットル、今シリーズ P リーグ本戦デビューの三浦。前回大会は初の決勝進出を果たし3位と、ここまで好調なプレーを見せている。その三浦が P リーガーとして初めてファンの目の前でプレーをする時がやってきた。緊張してますね、まあ、選手のすごい近くの表情だったりとかボールの軌道もよく見えると思うので、しっかりいいプレーをして皆さんに大きな拍手をいただけたらと思います。一緒に稲妻ポーズもしてほしいな。応援を力に初戦を勝ち上がれ。型破りなバックアッパー、岩見綾乃。美里プロはもう1回目で当たってね、準決勝でも当たっても出たばかりなのにもう3回目なんですよ。Bリーグの解説でおなじみ矢野金太プロを師匠に持つ岩見と三浦。今シリーズの第1戦、1回戦では妹弟子の岩見が勝利するも、続く準決勝では姉弟子三浦が岩見のスコアを上回り勝利。早くも3回目の姉妹弟子対決が実現。今1勝1敗なので、はい、勝ち越したいなって思います。姉妹弟子対決を制し準決勝進出を狙う。勝ち気なストライクヴィーナス、桜井真理子。前回大会1回戦はスコア205でワイルドカードを獲得したものの、ストライクがなかなか続かず苦しい展開だった。10本倒すことに集中もしていきたいですけど、冷静に見極めてしっかり10本倒したいなと思います。ただあまり力みすぎないようにしたいです。今回はストライク連発で勝利を目指す。Bリーグシリーズ2023第3戦が始まります。そして2020年3月の第84戦以来、およそ3年半ぶり、 Bリーグのレーンにファンの皆さんが戻ってまいりました。いや、丸山さん、いいもんですね。はい、やはりこれがね、これなくちゃいけないです ね、はい、さあ、このファンの皆さんの前でグループ A、まずスタートは三浦美里。いいスタートを切りました。ナイスボールです。はい、あの P リーグではまだ優勝がありませんが、公式戦でも2回勝ってますからね。はい、さあ、おなじみの岩見が、いや、おー、これも来た。ナイスボールです。はい、いいスタートを切りました。さあ、こちら桜井。おお、いや、丸山さん、すごいですよ。みんな燃えてます ね。お客さんのパワーいただきながら、そうでしょうね、最高です。あ、いいですね。リフレは、おお、おお、ファンの拍手が倒しました。7番10番、全くその通りですね。なんか力いただいてますよ。すごい。さあ、岩見は、うわー、投資、うん、岩見は残った基本。さあ、一方の桜井は、お、うわー、残った。いやいや、三浦だけがダブル、岩見、そして桜井、9本です。さ
か新しい雰囲気の中で始まっている。はい、岩見と2023第3戦です。さあ、これを大事に。はい、およそ3年半ぶりの有観客応援を力に試合を制するのは誰だ。